生という部門にいた時あってね、はい、ヤクルトにキャンプ視察行った時にちょうど指をね、はい、なんか料理した時切ったって右手のね、ありましたね、まっすぐ捉えた、抑えた、このポジションから井手穂、五十嵐にボールが当たっています。いやよく飛びましたね井手穂。そうですね、五十嵐もよく走りましたね、森の強烈な打球、打球が速すぎるからやっぱりアウトになってしまいますね、もっと遅かったらね、はい、セーフになる可能性もよく取りましたね。でもベースカバーに入った五十嵐にボールを送っています。2アウトです。